2024年買ってよかったもの。まずは声優で安くなったミルクレープ、262円が税込みかどうかは分かりません。美味しかったです。ちょっと裏面とかも見てみよう。あ、次が声優の豆腐3パックセット、もう2つは食べちゃいました。賞味期限が1月の13日、今日が1月の、8日なので13日はギリギリですね。あ、ピンボケ。あ、こっちの方がピンボケでした。声優の入り口の横に置いてある自販機の右下にラインナップされてるエメラルドマウンテン、かっこホット。熱い。美味しいよ。まだ飲んでないから。わからない。熱い。賞味期限チェック。10月。参考にしてくれると非常に嬉しいな。